ウィース、こんにちは。東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのダークペルシャですね。まあ、こちら、ですね、まあ、アンルシアとか、まあ、勇者アンルシアのガチャを引くとですね、2.8% の確率で引けるこのダークペルシャなんですけれども、実際に使ってみたら、めちゃくちゃこれね、ぶっ壊れ。やばい。まあ、バトルロードとかでね、持ってる人とかだったら、今周回してて、あれみたいな、等倍で普通に1000ダメージ超えてねみたいな感じで、まあ、ちょっとね、ヤバさに気づいてると思うんですよね。はい。まあ、普通にこれ、尋常じゃないレベルで、ちょっとなんか、ミスってんじゃないかっていうくらい、めちゃくちゃ強いんだけれども、まあ、どのぐらい強いかって言ったら、まあ、賢さがですね、ですね、まあ、非常に高めで、これ、495か。まあ、装備込みで495で、まあ、なおかつ、異様属性呪文のコツと、時々マルク集中で、まあ、賢さバフあって、まあ、マックスで、僕の環境だと663いくと。で、そこからですね、覚える特技はイオホースと爆災じゃないね、イオニャズンということで、このイオニャズンの火力がなんと呪文でですね、まあ、物理とかだったら、まあ、4,5,000ってのは、全然、大弱点ではあると思うんですけれども、呪文でね、この火力はちょっと見たことない。まあ、普通2,000とか3,000ぐらいが、まあ、いいとこだったんですけど、まあ、割と簡単にね、こんな火力を出せてしまいました。はい。でですね、まあ、そちらについての考察と、性能紹介と、まあ、実際に、使ってみようかなというふうに思っております。まずはですね、まあ、ちょっと軽く小ネタなんですけれども、ですね、運営のですね、運営というかこの公式からのメッセージがですね、若干これ変わってたんですよね。はい。まあ、最初に告知された時は、まあ、ここですね、爆災イオニャズンという風になっていたんですが、イオニャズンになってると。で、これなんで、ま、運営が間違えたかって言ったら、多分ですね、爆災イオニャズンと、まあ、要するに、ですね、魔王バラモスと火力ですね、全く一緒と。で、それに未老がついてるといった感じで、まあ、魔王レベルの、まあ、火力が出せることができるみたいな感じで、まあなんか他のやつで例えるならば、まあ A ランクがダークマター打てるみたいな、そういう感覚だと思ってくださいと。まあダークマターはちょっと盛りすぎかな。はい。帝王の一撃ぐらいにしとくか。はい。でですね。ですね。このダークペルシャ。まあ、ステータス見ていきましょう。MP が、ま、418と、まあ、結構高めで、あと、爆災イオニャズン、そこまで、まあ、消費 MP 73ということで、まあ、めちゃくちゃ使うわけでもないというのと、素早さがかなり早いんですよね。まあ、442ですが、まあ、マスターランクかなり進んでますので、僕の場合470と。470ってめちゃくちゃ早いよね。普通に。まあ、装備込みとかで多分。600ぐらいいくかなというふうには思いますね。はい。で、さらに、まあ、賢さも390ですが、まあ、こちらもね、装備することによって100近く盛ることが可能ということで、まあ、実質500近くあるという感じですかね。で、移動力2のウェイト35と。でですね、まあ、こいつのおかしいところってたくさんあるんですけど、まあ、まずはやっぱイオフォースですね。もう、フォース持ちはね、とりあえず強いんですよ、正直言って。で、なんでかって言ったらやっぱ体勢変更できるし、なおかつ、火力も上げることができる。で、そういう味方敵問わずできるので、まあ、このゲームって正直 HP1 でも残れば、なんか、いくらでもチャンスあるし、逆にワンパンでやられたらもうどうしようもないみたいな感じなんですけど、まあ、その時にですね、まあ、敵が余計使う時だったらイオフォースで役に立つし、まあ、イオの火力も上げれるというね、いいことしかないんで、フォースってマジで、ぶっ壊れのバフだと思ってるんですよね。で、それをまあ普通に使いつつですね、さらにですね、イオニャズンがですね、まあ魔王級のですね、爆災イオニャズン級なんで、まあ魔王レベルの、まあ、計算式、特技の計算式で、火力を出すことができると。で、しかもまあ自身で賢さアップであったり、まあイオ呪文特技のコツを覚えていったりといった感じで、まあいいことずくめといった感じですね。はい。で、ですね、イオニャズンのですね、火力がですね、まあ明らかにおかしいんですよね。本当なんかイカれてるレベルだと思いますね。はい。マジでやばい。で、あとはね、まあ、体勢ですかね。体勢をですね、こう見ていくとですね、メラバギということで、で、まあ、イオ激減っていうのは、まあ、イオホース使いということで、まあ、イオ使いでイオ使い、イオ激減はちょっとどうなのって思うんだけど、まあ、一応、ホース使い大体そういうね、デバフ持ってるんでしょうがないかなと思うんですけど、まあ、イオ使うやつって大体メラ激減なんですけど、メラ弱点なんですよね。まあ、なんで、実質、まあ、ギラ系ぐらいにしか刺さらないと。で、ギラ系でそこまで難しいクエストってあんまないと思うんで、まあ、それを考えたら、まあ、個人的にはですね、まあまあ、身代わりとセットで使うっていうのが基本的な使い方になっていくのかなっていうふうには思いますね。はい。まあ、ちょっとバトロで軽く使ってみましょうか。はい。まあ、バトロ使った後にちょっと才能開花で使っていきましょう。ちょっとね、バトロでこれみんな見てると思うんだけれども、はい。これですね。あー、もうめんどくせえ。おい。アンちゃんの装備があるんですか?アンちゃんもこれね、やばいよね。アンちゃんもね、まあ、次、動画出そうかなっていう風に思ってるんですけど、アンちゃんもね、本当にやばい。で、何がやばいかって言ったらね、40% 軽減だからね、半減とかでもね、激減になるんですよね。
だから1突とかでもね、まあ無突でもそうか、無突でもその、激減の受け役として普通に使えるっていうね、なんか意味わかんない体制持ってるから、まあ普通にね、貫突した時とか、まあどうしようもないレベルで強いかなというふうには思いますね。で、ダークフィルシャーが一番早いからな。ダークフィルシャーが一番早い時点でちょっと笑えるんですけれども、ここから4年生に打つと、まあ特に何もバフもしてない状態で、1868と。頭おかしいでしょ。じゃあこれをちょっと実践で、使っていこうかなというふうに思っております。じゃあみんな大好き開花18回ですね。まあ割と初心者とかは詰まってる方は多いとお聞きしますね。はい。で、その中でですね、まあ軽くというかまあ雑に使っていこうかなというふうに思ってますね。まあここ、イオの通りいいんだけれども、まあ、義名将軍の、あれがおかしいんですよね。体制がおかしいんで、まあなんて言えばいいんだろうな。余計で言ったら大体ね、電でワンパンされちゃうんですけど、まあ、そこを身代わりとセットで使うことで、まあ、うまく、しのいでいこうかなというふうに思っておりますね。はい。で、ですね、あとはね、まあ、補足しとくと、開花だと正直ね、あんま使いどこないっていう。で、二軸弱とか、イオ弱点だけど、こいつメラ弱点だから体勢おかしいのと、で、あとね、イオ弱ってのは、まあ、そんないないんだよな。まあ、スカイドラゴンとかそうなんだけど、単体じゃなくて複数だから、範囲攻撃じゃないから、ちょっと弱いみたいな感じで。まあ、イベントでどちらかっていうと役立つって印象か、まあ、ヨホース使ってどうこうみたいな、まあ、そういう、まあ、使い方かなっていうふうには思いますね。はい。で、やっぱ体勢いかれてるんですけど、身代わりを使ってあげれば、まあ、いくらでもなると、いった感じですね。はい。いや、もうとても A ランクとは思えない。普通になんか S ランク、なんかまあ、外れ S ランクとかよりは普通に強いかなと。まあ、要するに片落ちの S ランク。簡単に言えば、なんか、あいつは何だっけ、まあ、マリベルとか、そこあたりとかよりは全然強いのかなっていうふうには思いますね。はい。マリベルとか3回殴って 30% 威力上昇とかだけど。こいつ元からね、高いからね。ということで、何やったっけ。まずは、オコマルに打っていこうかな、技を。で、なんか攻撃していく。で、まあ、耐久とかも、まあ、言うて9大点かな、800ぐらいあれば。うん、まあ、呪文系としてはジェシカとそんな変わんないんで。まあ、耐久低いとか言われてんだけど、まあ、呪文系に耐久求めるのは、さすがにこっかな、っていうふうには思いますけどね、僕は。はい、ということで、まずは、オコマルにイオニアズーンを打っていきましょう。そう。まあ、言うて半分削り切れる時点で。で、賢さに段階上昇と少年テリーですね。はい。3343。やばいなぁ、これ。医療のね、物理系って結構攻撃力低いんですよね。テンタもね、ジュリもね、バフとかは優秀なんですけど、元の攻撃力低いんですよね。だから、いやぁ、で、ムーアとのシナジーもあるというか。まあ、それベロニカ持ってたら、ベロニカ使えばいいじゃんってなるけど、持ってない人にとっては、この余計の火力としては非常に、優秀だなっていうふうにはもうね。まあ、別にクリスト抜いてね、併用しても全然構わないと思うしね。はい。もう一回、使っていこうかなと。今度はですね、まあ、賢さが3段階アップですかね。はい。ということで、イオニアズンで、4848ダメージと。まあ、わけのわからない火力と。いやー、マジで強い。はい、ということでですね、ダークペルシャー非常に、まあ、強力でしたね。はい。まあ、無課金とかね、まあ、美課金の人だったらね、ゴールデンウィークガチャに、使ってないとは思うんだけれども、まあ、無料でも一応スタンプというか、まあ、チケット若干もらえますよね。まあ、それとかで、ダークペルシャー引いた方はですね、まあ、とりあえず、育成、まあ、今バトルロードでできますから、ランク8にして、まあ、やっておくといいのかな、というふうに思いますね。はい。まあ、その他、あとは、まあ、マイユーとかね、アンルシア、ワンユーはもう動画出してて、で、アンルシアもまあ、今から、動画撮ろうかなというふうに思います。マジで強いというふうに思う。で、まあちょっと雑談しようかな。動画は多分短めだと思うんで、まあ軽く、雑談しとくと、そうそう。あのね、最近のどうすかね。最近すごいね、思うことがあって、まあ、経験値アップとゴールドアップ、これすごい嬉しいんだけど、一方でね、今度素材が足りないっていうね、これもうドラクエタクトあるあるな気がするんですけど、何かが足りるようになったら、まあ、何かね、上のキャンペーンとかで足りるようになったら、今度また何かが足りなくなるみたいな感じで、まあ、僕的にはランクアップのこの素材とか、まあ、虹の宝石ですかね、これがね、全然足りてないっすね、正直言って。まあ、課金したそのメダルとかで交換してるんですけど、それでも足りてないですし、まあ、あとは、まあ、虹のオーブが一つもないというのとか、
か、まあ、クリスタルとかそこあたりもですね、そこまで、全くじゃないけど、まあ、足りなくなるだろうなっていう感じで、まあ、ちょっと育成素材が足りてないのかなと。一方で、バトローに関してはすごいなんか、まあ、パパッと終わってくれて、まあ、楽だなっていうふうに思いながらやっていますね。はい。まあ、皆さんの、育成状況とかもぜひ、コメント欄で書いてください。ご視聴ありがとうございました。